かつて抱かれたくない男ナンバーワンを獲得したお笑い芸人の出川哲夫さん。しかし現在は好感度芸人として大活躍されています。そんな出川さんですが、年収がすごすぎると話題になっています。一体どれくらい稼いでいるのでしょうか。今回は出川哲夫さんの経歴や自宅、そして結婚した嫁との家庭生活など気になる情報をご紹介します。出川哲夫さんは武装高等学校卒業後、1985年に横浜放送映画専門学院を卒業しています。その際、3年 B 組金八先生第2シリーズの加藤優の卒業スピーチをリスペクトした答辞を読んだとか。この頃は役者志望だったそうです。1987年2月、専門学校時代の同級生だった内村照吉さん、南原清隆さん、入江雅人さんらと劇団を旗揚げ、自ら座長となり公演を開始しました。そして1986年、君は裸足の神を見たかで映画デビュー。1986年から1989年まで早くながら映画男はつらいよシリーズの第37作、幸福の青い鳥から第41作の虎次郎心の旅路まで5作品連続で出演しています。この時期は他にも多数の映画にエキストラとして参加しており、うっちゃんなんちゃんからエキストラの帝王と呼ばれていたこともあります。1990年4月からはテレビ番組うっちゃんなんちゃん with シャララに出演。この頃からテレビタレントとして本格的に活動を始め、第一工廠の業務用カラオケの映像などにも出演していました。その後テレビ番組ビートたけしのお笑いウルトラクイズをはじめとした体を張ったロケ、ドッキリ企画などで見せる振る舞いやリアクションの面白さが徐々にお茶の間に浸透。お笑いの素晴らしさに感銘を受け、次第にテレビ番組において欠かせないいわゆる汚れ役、いじられキャラとしての地位を確立していきました。一方、多くの写真週刊誌ゴシップ誌から格好のターゲットとされ、また出川さんの汚れキャラクターは世間の認知度と比例して女性視聴者層から敬遠傾向が出始めます。女性ファッション誌アンアンが毎年行う読者アンケート嫌いな男ランキングでは上位ランカーの常連となりました。なお2001年から2005年まで5年連続1位を達成し、殿堂入り扱いとしてアンケート対象から除外されました。しかし世界の果てまで行って9出演時における体を張ったリアクション芸、デヴィ夫人の死ぬまでにやりたい10のことでのデヴィ夫人との掛け合い、デカワイングリッシュなど汚れ役いじられキャラに徹する姿勢、出川さん本来の人柄が認知され、現在は人気好感度の高いタレントとなりました。2009年4月23日インターネット放送のアメーバビジョンにて自身初の冠番組出川哲朗の俺を美味しくしろが放送開始。2014年8月地上波初の冠番組出川哲朗のリアルガチの放送開始。2017年4月ゴールデン帯初の冠番組出川哲朗の充電させてもらえませんかがテレビ東京にて放送開始しています。出川さんは長年にわたりテレビ業界で活躍し続け、その結果としての莫大な年収が報じられることがありますが、一体どれくらいなのでしょうか。出川哲朗さんの年収は公式には明かされていませんが、業界関係者の話や複数のメディア報道によると彼の年収は5億円とも言われています。この数字は彼のテレビでの露出度や CM 出演、さらには冠番組の持ち主であることから納得のいく額です。出川さんの収入源の一つに彼がレギュラーを務める番組があります。特に世界の果てまで行って Q や出川哲朗の充電させてもらえませんかなどの人気番組は彼の収入に大きく貢献しています。これらの番組では
彼のユニークなリアクション芸が視聴者から愛され、高視聴率をマークすることが多いのです。また、出川さんは CM でも非常に高い人気を誇ります。彼が出演する CM は、彼の親しみやすいキャラクターが前面に出たものが多く、それによって多くの企業から愛されています。現在、出川さんは8社以上の大手企業の CM にレギュラー出演しており、これもまた彼の年収を押し上げる大きな要因となっています。さらに、出川哲朗さんは特別なイベントや番組のゲスト出演でも高額なギャラを得ています。彼の持ち味であるエネルギッシュでポジティブな姿勢は、多くの番組制作者にとって魅力的で、彼を起用したいと考える理由となっています。このように、出川哲朗さんの年収は彼の多岐にわたる活動から成り立っており、彼がこれだけの収入を得ている背景には、彼の持ち前の人柄やプロフェッショナリズム、そして何よりも彼が築き上げてきた芸能人としての地位があります。出川さんの年収は、単に数字としての意味だけでなく、彼の業界での重要性と愛される理由を象徴していますね。続いては出川哲朗さんの驚くべきご自宅についてお話しします。年収5億稼いでいると噂の出川さんですが、現在は東京の高級住宅地、目黒区にある高級マンションに住んでいると言われています。この地域は多くの芸能人が憧れる居住エリアとしても知られ、治安の良さやアクセスの便利さが魅力です。この地区は、タモリさんや木村拓哉さんなど、数々の有名人が選んで住むことで有名です。出川さんがこの地区を選んだのも、そうした環境の良さが理由の一つと言えるでしょう。そして出川さんのマンションは、内装から外観まで、高級感あふれるデザインが特徴です。部屋は広々としており、ゲストをもてなすための十分なスペースがあります。また、最先端のセキュリティシステムが導入されており、プライバシー保護にも配慮されています。出川さんの自宅は、彼の社交的な性格を反映してか、しばしば多くの芸能人が集う交流の場となっているとか。彼は自宅でのパーティーを頻繁に開催し、業界内での人脈を深める一方で、親しい友人たちとの時間を楽しんでいるそうです。妻である莉子さんの手料理でゲストをもてなすこともあり、彼の人柄の良さがうかがえるエピソードが多く語られています。ちなみに現在は目黒区に引っ越したという出川哲朗さんですが、以前までは世田谷区の芸能人御用達マンションとして有名な深沢ハウスに住んでいたそうです。これは過去に出川哲朗さんがテレビ番組アメトークに出演した際、石原良純さんた有名芸能人さんが多数住んでいるマンションで暮らしてるとご本人が話したことから明らかになりました。出川哲朗さんと元レースクイーンの妻莉子さんは2004年に結婚し、以来多くのファンにとって理想的な夫婦の一例とされています。しかし莉子さんはしばしば鬼嫁としてメディアに描かれることがあります。例えば出川さんは毎朝莉子さんに死ね死ね死ねという歌で起こされ、風呂場にはクソアキラ殺すという呪いの言葉が書き殴られていたそうです。一見確かに怖すぎる鬼嫁エピソードですが、あくまでも夫婦の間では笑い話のようです。また出川夫婦は子供がいません。これはお互いに子供を望まなかったからのようです。しばしば子供がいないことが話題になることもあり、莉子さんは出川さんに、あなたの遺伝子はいらないと述べたと報じられたことがありますが、これも彼女のユーモラスのようですよ。また出川さんはルリ子の作るカレーライスが大好きなんだそうで、奥さんのカレーを超えるカレーに出会っていないというほどだそうです。このように出川哲朗さんの家庭生活は、外から見ると少し風変わりかもしれませんが、出川家の日常からは笑いと愛が絶えることがなく、ユーモラスであふれた関係のようです。出川哲朗さんはテレビ上ではそのユニークなリアクション芸で知られ、しばしばいじられキャラとして親しまれています。
彼の体を張った芸は多くのバラエティ番組での見せ場となり、そのおかげで彼のキャリアは長きにわたって維持されています。しかしこの子のイメージはプライベートでは全く異なる一面を持っています。実生活では出川さんは非常に物静かで穏やかな性格の持ち主のようです。彼は家族や友人との時間を大切にしており、特に家庭では愛する妻との平穏な日々を過ごすことを優先しています。家庭内では彼のユーモアも健在ですが、それはテレビで見せるオーバーなものではなく、もっと控えめで温かみのあるものです。さらに出川さんは趣味にも深い情熱を注いでいます。彼は旅行が大好きで、特に自然を愛する心から日本国内外の様々な場所を訪れています。彼の SNS には家族や友人との貴重な時間を過ごす様子がたびたび投稿されており、ファンにとっては彼のもう一つの顔を知る機会となっています。また出川さんはファンの方に写真を頼まれたら必ず撮るそうです。その理由は、僕は昔抱かれたくないランキングとかに入ってて、だから今撮ってくださいとか言われると純粋にありがたくて撮っちゃうんすよと話しています。芸能人の中には表と裏の顔が全く違う方も多く存在しますが、出川さんはプライベートでもファンを大切にし、非常に人柄が良いことで知られています。そんな出川さんの多くの面を知ることで、なぜ彼がこれほどまでに愛され続けているのかが理解できますね。いかがでしたでしょうか。今回は出川哲朗さんの驚きの年収、そして妻瑠璃子さんとのエピソードなどご紹介しました。5億という金額はさすがにご本人も否定されているようですが、今ではテレビで見ない日がないほどご活躍されているので、かなり稼いでいることは間違いないでしょう。これからも出川さんの活躍が非常に楽しみですね。応援しています。